皆さんは人造昆虫カブトボーグビクトリーバイビクトリーというアニメをご存知でしょうか。この作品は伝説的なアニメで僕が大好きな作品なんですよ。それが唐突に復活し上がりまして、声優の鈴木みのりさんもなんかすごいお祝いコメントを出していたりしてます。あのガンダムヒロインの細谷義正さんやFGO の小ヒロインの豊永俊幸さんがボーガーをやってたということでも有名ですね。いや、カブトボークのおもちゃね、個人的にすごく欲しかったんですよ。アニメを見たのは、ニコニコ動画の配信だったんですけど、それでもなんかおもちゃ欲しいなと思ってたんですが、その頃にはもうプレミアついてたんで、これは結構面白そうだなって思ってます。なんか結局チョロキューなんですけど、それでもこうカブトムシやクワガタムシの戦わせるっていうコンセプト自体は結構通じるんじゃないかなって思ってます。アニメみたいなことはできないけどね。ということで、なんかカブトボーグのあのアニメがこう YouTube で毎週1話公開し続けるっていう話が出てきたので、それに合わせてレビューやっていこうと思います。で、第1話にして最終話である親父超え勇気のライジングプロミネンスっていう話についてレビューします。この回は主人公の天の川流星さんが大会に出て、悪の組織っぽいことやってるビッグバンオーガニゼーションのナンバー2であるガルフストリーム笹本さんを倒すところが始まるんですよ。今までの展開見逃したかなって思う人はそれは健全です、これは1話にして最終話です。しかしこう悪の組織のビッグバンのボスに対して精神攻撃を受けた流星さんは豆腐メンタルを抱え込むんだけど、クラスのマドンナさやかちゃんの励ましによって流星さんは立ち上がりますと。で、ビッグバンは567連勝した強者なんだけど、こう流星さんの父親親父であることがビッグ判明するんですよ、いきなり。で、ここから1分1秒でも成長している流星さんが謎メーターを出して、とりあえず親父を倒せましたと、お母さんには内緒です。これが第1話の展開です。なんかの大会に出て悪の組織のボスがなんか親父だったことが判明するんだけど、それを倒して成長してるっていう。でも歴代のあのボーガーである僕からするとこの第1話は普通です。あえて言うんだったら流星さんと、ロイドさんと親父と、笹本さんのキャラ紹介も兼ねてるんじゃないかなと思います。さやかちゃん、あいつは一回1話しか出てこないよ確か。いや、改めて見ると安い CG が1話からやってて、もう本当に最初から手抜いてんだなって思うのが、このカブトボーグの味ですね。いや、この話初見のボーガーさんだとなんか最初からクライマックスだみたいなこと思うかもしれないんだけど、実はこれ歴戦52話 見た後に1話見るとすごい普通の話だなって思うんです。何を言ってるのかわからない人は、52話見てからまだ1話見てください。すごく普通の話に見えるはずです。はい。ということで1話のレビューでした。次に第2話、カズジ・シス。お楽しみに。